はですね、こちらのお店に行くんですよ。珍獣屋さんです。このお店はですね、とっても珍しい食べ物が食べれるというお店らしいので、いただきます。これ鳥って言われたら分かんない。食べやすいメニューはここまで。次どうします？やっぱりこういうやつじゃない。これ食べたいんじゃない。きっかけがマンチさんがね、こういうの食べれるよって言って、今日ちょっとまあご呼ばれしたでもこれとね、もう一個気になるのがこれなんですけど、これやばいかなって。マジで？あ、これやばい。これはみんなが欲しい。自分が答えて。うわー、これやだー。これ怖い。マンチョさんの采配でもらってます。ちょっと待って、怖い。来た。来た。ちっちゃいからまだなんか、いや、まあ、まだなんか魚だと思ったら、いやもう何さ、フェードアウトしてるの、画面の枠から、ね、画面の枠からなんかいないことにならないんです。3等分にお願いします。いや、3等分で2人で食べてて、胴体食べる人、尻尾食べる人は食べて、ボト食べる人、尻尾食べます。じゃんけんで。はい、じゃんけんします。レモンが効いてる。レモン浮かしちゃってる。じゃあでもこれ何食べてる感じ。食感がね、柔らかい。これは結構、断面から香る香りもお魚みたい。そう、ちょっと白身っぽい、白身魚っぽい感じ、で、胴体いただきます。これはジムビームくらい。お魚みたい、すごい白身魚みたい。ちゃんと顔見て、ちゃんと顔を見て。あれ、あれ。マスター。ちょっと拾って。コアラみたいで可愛い。はい。じゃあ魚の頭。シシャモの頭だな。でもエビっぽい。これ新しい種類のエビですって言われてもわかんないけど。すごいね。これ目とかどこにあるの？これこの辺、もうこれは深海生物だからないのか。目とかない。目とかないんじゃない？ちょっと、いいなぁ。あ、怪我だ。お前、俺の家でレモン売ってんだよ。あ、
顔だよね。はい、顔です。こんにちはです。手がね、ようって感じで。これは何が刺さっておるのかね。まず足を食べてみ足だけ。なんか太い。太ももね、これ誰の足？バッターさんかな。甘い匂い。あ、食べた。スナック。こっちから食べるの？ここはまだあれだよね。どこまで進めるそれ？あ、なんかすごい。揚げた味香ばしい香ばしいスナックみたいな。スナックえ、結構飛んだ。大口モンスター来ました。大口モンスターモンスターいっちゃえ。パクいただきます。モンスターフランチ、フランチ。これから大きめ作りますから。ごちそうさまでした。せーの、ごちそうさまでした。どうでした？どうぞ、山口君から。僕からですか。料理は非常に美味しかったんですけど、うん、見た目がやっぱりちょっとうってきて、やっぱりこの難しかったなって感じですね。難しいということこなすのが、こなす、あの、ちょっと僕には荷が重すぎた。はい。な、一番美味しかったのは、一番美味しかったのは何の肉だったか忘れちゃったけど、タン。タン、あ、ラクダのタン。ラクダのタンだ。はいはいはい。本当にね、あれ美味しかった。美味しかったですね。あれはまた食べに行きたい。マンチャさんはどうでした？はい、意外とゴキブリって食べれるんだなって思いました。スナック菓子感覚で、美味しく食すことができたんで、まあね、良かったです。2人ともすごかったよね、ゴキブリ。ゴキブリ、ね、私なんかひよったけど意外と食べましたね。うん、あの普通のお肉料理のお店としても全然いいんじゃないかなっていう感じでした。はい、ただね、結構やっぱあの珍味系なのでお会計がね高めになるので、まあ、はい、そうなので、まあ皆さんあのお金1人予算1万円ぐらいを握りしめてくると、まあいろいろ楽しめるんじゃないかなという感じでした。はい、それではお腹が空いたらモンスター。今回もここまで見てくださってありがとうございました。今日はですね、大食いではなく食べ比べになるのかな、あの変わった食べ物をいっぱい食べるという回でした。はい、まあね、こんな感じでちょっとなんて言うんだろう、みんなが食べたことないけど食べてみたいからちょっと行ってこいやみたいなお店ももしありましたら、ぜひぜひロシア何でも頑張ってチャレンジするので、食べ物としてあの認定されているものって食べ物限定ね、はいはい、あのタイヤクエとかさ金属クエとかそういうのはなしね。今日のゴキブリまでは OK。 食べ物になってたら OK。 食べ物、食用ですっていうものだったら何でもチャレンジしようと思うので、ぜひぜひ何かあったら書いてみてください。はい、またロシアのチャレンジが見たいぞという方はですね、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。マンチャさん、なんか告知あります？まあ、ブログ始めたんでよろしくお願いします。マンチャさんのグルメブログ始まってるそうで。結構更新してるんですか？まあ3日に1回ぐらい。おお、結構店行ってるんですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。